皆さんこんにちは。今日は小型ハープに興味があるけど全然お金がない私のようなあなたのためにおやすめハープの音色比較をしてみました。比較するハープは30万円くらいのダスティ FH26、 7万円くらいのミッドイーストチェルシーハープ、メーカー不明のジャンク品ハープ、さらに厳密ではハープではない16弦のライヤーハープ、アマゾンで6000円くらいでした。私はハープを始めるまでハープとライヤーの区別がつかなかったので一応仲間に入れてみました。はい、ここでいきなり30万とか7万とか全然お安くないよって方、私もです。私のハープはすべて中古をお安く譲っていただきました。中古ハープは当たる外れが大きいのであまりおすすめはされておりませんが、私は運がいいのでいつも当たりです。中古大好きです。では早速ジャンク品のハープからいってみます。これだけ縦の画像ですみません。弦も1本切れちゃってます。曲はオカロラン作曲シーベックシーモアというハープの名曲を弾いていきます。いかがでしたか？何か参考になりましたら幸いです。よかったらまた見に来てくださいね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。